ついに来たリベンジの舞台、挑戦者組 BB ブラザーズバーベキュー青木ボンバー奥野。昨年結成してから思うような結果が出ず悩み苦しんできた中で迎えたタッグトーナメント、初戦富士通を破り大金星、決勝戦では同期タッグから勝利しトーナメント優勝。第16代支援タッグ王者気合流拳エッちゃんとも選び、初防衛戦では DB ブラザーズから防衛し、その後も明るく楽しく強いをモットーにタッグ王座を3度防衛。来月その若さ熱さ強さをもう一度俺たちに見せてみよう。もう関西元気の時代じゃないでしょう。これからは俺たちリビブラザーズが支援の顔として、そしてタッグチャンピオンになってみせる。約束通り大久保博人が帰ってくるまで王座防衛し続けるのか、それとも BB ブラザーズがリベンジを果たし念願のタッグ王座体感となるのか。セミファイナルプロレスリング支援タッグ選手権試合、挑戦者バーベキュー青木ボンバー奥野 VS 王者友恵奈美気合流拳エッチャン。